はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay の QR コードで LINEPay 決済が可能に、リンクリワードがもらえるキャンペーンもということで、今回は PayPay と LINEPay についてですね。この動画では、以前も少しお伝えした、PayPay の QR コードで LINEPay 決済ができるようになったということと、それと含めてですね、キャンペーンも開催されていますので、そちらについてお伝えします。実際にですね、僕も使ってきますので、ついつ 実際にですね、僕も使ってきましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょうま、今回ですね、この LINEPE ペが PayPay ペペ加盟店で使えるようになりましたよということなんですけども、僕の視聴さんであれば、先日ね、アップしたこちらの動画覚えてらっしゃいますかね ?PayPay 加盟店で LINEPE 決済可能になりましたよということで、まあ、ちょっとした解説を少ししたんですけども、今回ですね、この LINEPE ペが PayPay ペペ加盟店で使えるようになったっていうのが、本日8月17日より開始したということでございます。 まあせっっかくなんでざっとおさらいをししていきましょう、まあ、簡単に言うとですね、今ここにも出ている通り、LINEPay ユーザーなら設定不要で読み取り可能にということで、QR コードをスキャンする支払い方法を導入している PayPay 加盟店の QR コードを LINEPay で読み取ると、そのまま LINEPay でお支払いできますと。 なので、普通にこの QR コードを自分が持っている LINE でで読み込んでそしたら決済がででできるとといいうことでございますでそれと合わせてですね、その決済するときには、このマークが目印、l i n e p y も使えますっていうね、これがあればなんか使えるみたいですね。ちょ,、まあ、ちょっとね、この上の部分にも少し出てるように、これが出てればね、いわゆるその対象ということでございます。で、決済する上で注意事項もしっかりとあるんですけども、まあ LINE のアプリのバージョンであったりとか、あと l i n e p y も使えますのを目印がない PayPay 加盟店や、 自動販売機ななど一部ご利用いいただけ場合もあるみたいですあとは、ここ大事ですね。ペイペイ加盟店で l i n e p y で支払う場合は、l i n e p y のクーポンとか、特典クーポンとか、そして PayPay クーポンは使えないということで、これもね、ちょっと気をつけないといけないと。そして、ここも重要ですね。ペイペイ加盟店で l i n e p y で支払う場合は、PayPay ボーナスは付与されないと。なので、基本的には l i n e p y で決済したことにはなるので、いわゆるそのチャージペイで決済した場合は、LINE ポイントが付与されるということでございます。で、今回新たにですね、使える お店の一部の例ということでご覧のようなお店が出ておりました例えばオフィスグリコとかこれマスクドットコムっていうんですかねコノミアとか富士そしてニューバランスベイシア電機ということでちょっと僕が住んでる地域にはほとんどないお店ばっかりなんですけども、まあ、こういったところでね使えますよとでね先日のその動画でもちょっとお伝えしたんですけども今回なんとですね PayPay ペイペイの QR コードで LINEPay 決済ができるようになったことによってなんと宮川大輔コラボスタンプが無料配布されてるということでね先日の動画で確かぶったぎった気が するんですけども今回ですねこのスタンプ以外のキャンペーンもですねしっかりと発表されましてこちらですねペイペイの QR コードを LINE ペイのコードリーダーで読み取れるように 1QR って言うんですかね 1QR なのかわかんないんですけども 1QR キャンペーンっていうのが発表されましたこのキャンペーンはペイペイ加盟店で LINE ペイで支払った場合先着にはなるんですけども100万名様に100円相当のリンクリワードをプレゼントするとこれはリンクリワードっていうのはいわゆるその仮想通貨みたいなものですねでキャンペーンは本日8月17日から9月3日 30日までの約1ヶ月半ぐらいのキャンペーンですね。 それではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。まず内容は今お伝えした通りで、キャンペーンの期間もお伝えした通り、ただし先着100万名に達しだい、期間内であっても終了する場合があるということでございますんで、まあ、今回ね、読み取り式なので、すぐに到達するっていうのはちょっとイメージできにくいとこではあるかもしれませんけども、もし参加される方はサクッとね、早い段階で参加することをお勧めします。で、参加条件なんですけども、キャンペーン期間中に QR コードを読み取る、スキャン方式を導入している対象の PayPay 加盟店で、 で、支払ってくださいとで本キャンペーンでのリンクリワードのプレゼントはお一人様一回限りと。で、対象者が100万名に到達した場合、本キャンペーンは終了しますと。対象者が100万名に到達すると、当社が合理的に判断した場合、終了日の当日14時までにホームページにてお知らせしますということでございます。なので、これが事前に分かっているのであればね、ちょっと安心するとこではありますよね。で、注意事項なんですけども、20歳未満の方と、または75歳以上の場合、リンクリワード 暗号資産リンクに転換ででできないいいいためごご注意くださいとということでございますのでちょっとここは注意が必要ですね。で、もしですね、その仮想通貨暗号資産のリンクを受領管理、売買するためには、別途暗号資産取引サービス、LINE BitMAX のアカウントを開設する必要がありますということでございますんで、まあおそらくね、開設されてる方結構いらっしゃると思うんですが、もし開設されてない方はですね、こちらから開設手続きを行ってください。それではですね、僕も実際にですね、この PayPay の QR コードで LINEPay 決済を ししししててきまたたのでででももねね参参加されれる方はですす、ね、考にしていただけけばと思うんですけども、まあ、今回ですね、僕が使ってきたのは、声優系列のスーパーの、まあ、福岡であればね、知ってる方多いと思うんですけども、サニーというスーパーで使ってきました。で、とあるね、店舗にちょっと行ってきたんですけども、サニーのね、とある店舗にはこんな感じで QR コードが3つあるんですよね。PayPay ペイペイと LINEPay と楽天ペイということで、僕は基本的にはね、楽天ペイの期間限定ポイントをここで消化することがすごい多いので、重宝してるんです。 けどもまあ、今回はね ペイペイの QR コードを使ううとということなんですがでですね、先ほどのちょっとページを少し思い出していただきたいんですけども、今回このマークが目印ということでペイ、LINEPay、LINEPay も使えますっていうのが、この PayPay ペペの上側に出ていれば使えるということであったんですが、ちょっとね、見切れてて申し訳ないんですが、この PayPay ペペのマークの上のところには、この LINEPay のマークはなかったんですよね。ですけども、もしかするとこのマークないけど、いけるんじゃないかなということで、今回は僕自身ちょっと試してきました。なので今回はですね、 ね、LINEPay の QR コードを読み込まず、こちらのね、PayPay の QR コードで LINEPay 決済をしたいと思います。で、決済の方法は至ってめちゃくちゃシンプルなんですけども、まず LINE を開いていただいたら、右下のウォレットを開いていただきます。そしたらですね、ウォレットの画面の中で、ここの QR コードのマークがあるので、これをタップします。そしたら LINEPay の画面に切り替わるんですけども、通常であればね、このバーコードを提示して、そして QR コードを提示するかっていう感じで、決済することが多いと思うんですけども、今回はここのですね、QR 読み取り、 を使いますで実際にタップするとカメラが起動するのでこの時にここの PayPay の QR コードを読み取りますここ間違えないようにしてください LINE Pay で PayPay の QR コードを読み取りますそしたらですねうまく読み取ることができたらここで金額を入力していただくんですがちょっと見ていただけたのはここなんですよね PayPay と LINE Pay のなんとロゴがですね左上に追加されてるというか出てるんですよねおそらく今日からだと思うんですけどもなのでちゃんとねこれが出てるかどうかもまあ見ていただければと思いますで今回ですね指定された金額584円だったんでこれを入力して確認をタップしますそしたらですね確認画面に 切り替わるんですけどもまあ、この時に LINE ポイントもおそらく使えるっぽいのとあとはですね僕の場合はビザラインペイクレジットカードのをくっつけた状態でチャージペイでですね決済できるんですけども他にもですね三井住友のねチャージペイに対応しているクレジットカードとかあと残高払いもできるかと思いますこの3つの段階のいずれかで支払うことができますでこれで問題なければこの584円を支払いをタップするとこれで決済が完了ということでございますちなみにですねこの時の決済音は っていうね。まぁ、あ、ちょっとね、実際の動画をちょっとお見せすることはできなかったんですけども、なんと、ペイペイってなるので、 これはちょっとね使ってみたら若干違和感を覚えますなのでここまでできればちゃんとペイペイの QR コードで LINE ペイ決済ができましたよというような合図になるかなと思いますでですね今回実際にですね僕がこのペイペイの QR コードで LINE ペイ決済をして思ったことなんですけどももう率直思ったことですねまずはやっぱりそのクーポンとかが使えないというのはやっぱり不便かなという風うに思いました、まあ、先ほどの画面見ていただいたらわかるように LINE ポイントは使えるっぽいっちゃっぽいんですけどももしねそのお店がクーポン クーポンとかに対応してればまあ、そのクーポンとかが使えれば便利かなと思ったんですけどもやっぱりちょっと使えないというのは不便だなという風にも感じましたでさらにですね今現在 LINE ペのそのチャージペイの還元率が0.5%還元のみなので還元率的にはやっぱりちょっと物寂しさを感じるとこではありますなのでこの2点を踏まえた上でもしそのお店がですねペイペイに対応してればペイペイであれば最大の還元率として1.5%還元まで上げることができますのでまあ、もし、ね、ペイペイに対応 ペイペイ決済でもいいかなというふうにも思います。 で、さらにですね、ビザラインペクレジットカード、もしそのお店がクレジットカードで決済できるのであれば、このビザラインペクレジットカードの2%還元を使って決済するのがいいのかなというふうに思います。これはね、2022年の4月30日までにはなるんですけども、今回はね、まあサンプルとして僕はチャージペイで決済はしたんですけども、まあ還元率的には圧倒的にね、ビザラインペクレジットカードの方が高いので、まあこの方法がいいかなというふうに思います。で、さらにですね、今現在ビザラインペプリペイドカードもですね、ちょっとしたキャンペーン中で 1%, 1還元がね、あるので、もしそのお店が ID 決済とかタッチ決済とかに対応していれば、まあ、この Visa のイペイプリペイドカードでもいいかなというふうに思います。 まあもちろんね、どれが正解かっていうのはないんですけども、率直に思ったこと、この3つのいずれか,かなというふうにも思います。それではですね、今回の 1QR キャンペーンのまとめをさせていただきたいと思うんですけども、まずこのキャンペーンの期間は本日8月17日から9月30日までの約1ヶ月半のキャンペーンで、特典の内容としたら先着で100円相当のリンクリワードをもらうことができます。先着になりますので、早く終了する場合がありますので気をつけてください。で、条件なんですけども、期間中に QR コードを読み取るスキャン方式を導入している対象 ペイペイ加盟店で LINE 決済を行うと、まあ、ちょっとね、なかなかお店探しづらいとこはあるかもしれないんですけども、僕もね、そのサニーが対象かどうかもちょっとわかんないんですけども、おそらくいけるんじゃないかなと思ってます。で、付与される時期なんですけども、2021年の10月下旬から11月中旬頃、注意点としたら20歳未満の方と75歳以上の方はリンクリワードを暗号資産リンクに転換することができませんので気をつけてください。まあそんなことで今回はペ、PayPay イペイの QR コードを LINEP で決済できるようになりましたよということについて簡単ではあります。 ましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、正直なところね。先ほどもお伝えしたように、やっぱりこうチャージペイの還元率が0 5。.5% 還元なので、これからも line ペイめちゃくちゃ使っていくぞってなるかどうかっていうと、ちょっとやっぱりね。引っかかるところではありますよね。ま是、あ、非ですね。今回のこの対応したことによって、何か思うことがあればですね。是非コメント欄書いていただければと思いますで。 今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク概要欄に貼っておきますので詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました